ちらをですね、2000円で、お、うまいよ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 、こちらでございまーす。ダン現在監督のスマホにあるオンラインクレーンゲームの数、ダダーン !1,2,3,4,22 というよりですね、もう毎日ログインし放題です。今回ですね、福袋欲しいなと思ったのは、トレバーさんとなっております。フィギュアセットが AB、雑貨セットが AB、ぬいぐるみセットが AB の計6点出ております。今回考えた結果ですね、このフィギュアセット4つ、こちらをですね、ゲットしていきたいと思います。できるプレイ台がですね、2台なんですけども、1個見えないぞ、これどうした？どちらも同じ景品ということで、こちらはですね、おそらく初期1ですね。もう1個のですね、B タイプ。これの方がね、落ちる可能性高いと監督に睨んでいるので、同じだったらこっちをやっていきたいと思います。で、現在監督はですね、TP というポイントが足りないので、購入していきたいと思います。お得なね、ポイントの買い方なんですけども、アプリ版とウェブ版。ウェブ版の方がですね、かなりですね、お得にゲットできるというわけで、このウェブ版で買っていきたいと思います。ちなみにね、メールアドレスで登録できるんですけども、両方とも共有できますので、購入する際はウェブ版で買った方が 100% お得で、監督がですね、今回購入するのが2000円のものですね、計算しましたところですね、10回で確実にゲットできるというわけなんですよ。絶対に損はしたくないので、2000ポイントを10回やるので、最低必要なポイントが2万ポイント人なんですよ。でですよ、この福袋は2000円で、さらに2回プレイチケットもあるので、カード番号を入れて、はい、手続き完了しました。見てください。22,700 ポイント入っております。じゃあ早速やっていきたいと思います。福袋入ります。いや、この獲得保証っていいよね。告知してるのって、他にもあるかもしれませんけども、見た限りトイバさんからとても分かりやすく、大々的に告知しております。やっていきたいと思います。プレイ中誰かやってる。今やってる人の状態を見てね、どんな感じかなっていうのをね、探っていくのもね。メンテナンス中。あ、10回やったのか。なるほど。景品保有。お、来た来た来た。おっしゃ。さあ、そこ予約。よし。じゃあ行きます。行きますよ。まず1回目。はい。あ、なんかピチクったかもしれない。ほら、どうだ。お、うまいよ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 。うまいよ。ほら。わあ、むずいぞ、この形。これ苦手なんだよ。2回目いきます。スタート。この辺からのここいけ。おお、がっつりいかせ。3回目いきます。クレーンゲームのおら。あー、おおお、いいよいいよ、よし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 。5回目。いけいけ、ぐるんといけ、ぐるんと。あらスルーした。6回目。よし、いや、いいでしょう。いやー、8回目。回んね。あー、まあそうなるわな。9回目いきます。いけ。いやー、動かない。1回目いきます。あれ、あ、もう獲得か。あ、ポイントが2700に減ってしまった。お、取れました、ありました。いや、でもやっぱ取りたかったな、自力で。おお、あれあれあれ。はい、で、現在ですね、送料無料キャンペーンがやっておりますので、こちらですね、早速発送させていただきたいと思います。はい、では発送依頼、無料でできますので、はい、というわけで受付完了です。到着まで待ちます。カメラ OK、音 OK、役者 OK、用意スタート。どうも皆さん、こんにちは。監督ロボの監督です。はい。本日1月1日なんですが、オンラインクレーンゲーム、トレバさんから福袋が到着しました。ありがとうございます。福袋フィギュアセット A というですね、ちなみにこちらなんですが、10回プレイすれば確実にゲットできるというわけで、今回プレイしまして、ゲットできました。というわけでですね、福袋が先ほど来たので、持ってきます。はい、こちらでございまーす。クレーンゲーム、トレバー、福袋です。まあ、監督ですね、2020年からですね、福袋動画を毎年撮っておりまして、今回初、クレーンゲームの福袋を開封していきたいと思います。いや、これは何が出てくんの？やっぱり古い在庫処分？もしくは、超最新のフィギュアとかが入ってんの？それとも、というわけでですね、何が入ってるか、めちゃくちゃ気になる福袋、開封していきたいと思います。まあ、結構今年監督なんですが、フィギュアめちゃくちゃ買いました。まあ、被ってる可能性は、まあ、4つ。なんで、もしかしたら1個2個あるかもしれません。まあ、あとやっぱりね、知ってるキャラクターがいいね。あえて知らないキャラクターのフィギュアをゲットして、まあ、そのね、アニメを見るという方法もね、まあ、一つの楽しみなので、そういった部分も含めまして、開けていきたいと思います。重さとしてはですね、はい、これくらいです。これくらいのサイズなんで、おそらく4等分される形。ちなみにフィギュアって言ってもね、フィギュアの種類って本当にね、もういっぱいあるんでね、では、開けていきたいと思います。はい。何が出てくるの？ダン！ダン！待って待って待って、これ名前、このフィギュア名前書いてそうだから、ちょっとまだ見ないでおくと。まだ見えてないね。まだ見えてないね。オッケー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 。じゃあ、こいつをですね、まず手探りで触るか。おあれこれフィギュアじゃねえです。なんか長っぴょなのがあるんですけど。え、これ何これあれなんか、触った感じなんですけども、フィギュアサイズが2つと、1個はね、めちゃくちゃちっちゃいやつ。で、1個がめちゃくちゃ長い。とりあえず、長いの。フィギュアだよね。こんなフィギュアある？はい、フィギュアではないけども、あ、フェイトいいね。これは監督個人的にいいですね。フェイトステイナイト劇場版、ヘブンズフィール、開けていきたいと思います。いや、これは当たりです、監督的に。これもまあ一応フィギュアになるの。しかも大好きなフェイトです。まあしょぼいっちゃしょぼいんですけどね。プチプチがちょっと黄ばんでるので、まあかなり古いものなんですよね。いくぞジャキーン！フィギュア福袋を開封したら、下がね、もうゴミ屋敷になるんです。はい。というわけで、こちら、フェイト、ステイナイト、不器用、アゾット剣というわけでですね、まあ、フェイトを見ている監督からしたら、嬉しいです。で、こちらでございます。はい。まあ、ちょっとおもちゃっぽいっちゃおもちゃっぽいんですけども、はい。では、というわけで、こちらです。ここ結構クオリティ高い。この、玉。はい。じゃあ、次行きたいと思います。小さいやつね。そっか、まあ、フィギュアって言ったら、これくらいのフィギュアが4つ入ってるから、このために。ちっちゃいのからいきますよ。ちっちゃいのから。あれこれ、ワールドコレクタブルなんとかじゃない？星のカービィか。あ、でもこれ結構いいな。こちら。星のカービィボリューム2全3種。というわけで、早速こちら開封させていただきたいと思います。で、違うわ、これだねえわ。普通に間違えたし。はい、こちらですね。この3つの中のどれか。いや、どれも欲しいな。どれもクオリティ高いな。いきます。お、チーズケーキ。あ、これいいね。いい。悪くない、悪くない。なんかこれめちゃくちゃ腹減るんですけど、ちょっと今日で撮影とかですね、編集をしてですね、もう時間感覚がわからなくて、多分お昼食べてないな。今ちなみにですね、時間が17時なんですけども、腹減ってます。めちゃくちゃ美味しそう、これ。チーズケーキです。あー、うまそう。やべえ、チーズケーキ書いて、そういう作戦か。うわー、しかもこの生クリームとかやべえじゃん。あ、これは普通に飾るわ。あー、懐かしい。この、確か HP が全回復するんだっけ？あ、いい。これいいわ。おー。最初カービィと思ったんですけども、悪くないです。ありがとうございます。次行きたいと思います。あと残りはですね、大きい、中くらいのプライズのよくあるサイズのフィギュアが2体あります。被ってないでほしいな。知ってる作品か、ちょっと興味がある作品がいいですね。まあまあ重いな。でかいのにしようか。小さいけど重いやつ。いや、でかいのいきます。でん！ドラゴンボールかー。すいません、ドラゴンボールはちょっと、ドラゴンボール TT 逆転の必殺奥義、龍拳爆発。こちらの悟空の B ですね。スーパーサイヤ人のこの金髪の方ですね。というわけで、ドラゴンボールが出ました。ありがとうございます。ドラゴンボール。次はなんだ？ドラゴンボールと来たら次はなんだ？ジャンプ系で攻めるのかな？いやでもまあドラゴンボールはね、男だったら間違いないと思うんだけどね。これはね、サイズ的にはね、まあ小さいのですが。いきます。おーっと、これも想定外。キューポスケットの、なるほど。まあ、監督、キューポスケットは集めておりますけども、でもこれ結構お高いんじゃないですか？あ、でもこれかっこいいな。いや、どうしようかな。これ開けようかな。それとも、ちょっと開封するか、ちょっと考えます。というわけで、今回監督はですね、このトレバさんからゲットしたフィギュア、4つなんですけど、まず1つ目。フィギュアと言えるのかわからないんですけども、こちら、フェイト、ヘブンズフィールの不器用のアゾット剣が手に入りました。ありがとうございます。続きまして、星のカービィ、パラダイスコレクション、コベワープスターチーズケーキ。こちらが2つ目です。続きまして、ドラゴンボール G がいいね。ドラゴンボール GT、ドラゴンボール GT、孫悟空、スーパーサイヤ人版をゲットできました。ありがとうございます。続きまして、キューポスケット、ボリューム7、7個も出てんの？ノーマルカラー、こちらが出ました。ありがとうございます。はい。というわけでですね、今回ゲットしたフィギュアなんですけども、どれもですね、監督知らないフィギュアでございました。皆さんは知っていましたでしょうか？はい。ということでですね、フィギュアの A タイプは、こちらの商品をゲットすることができました。ありがとうございます。A が全部ね、これが出るかって言ったらね、わからないので、皆さんはどうなったでしょうか？この動画はぜひ参考になればと思います。この動画チャンネルではですね、現在、福袋動画を大量と投下中でございます。あと数本出す予定ですので、興味がある方はチャンネル登録をして他の動画ですね、更新していきますのでぜひご覧ください。はい、ではまた次の福袋動画で会いましょう。まあ現在ちょっとおすすめお得なですね、ちょうどですねこちらのものです。いやー、わけわかりませんできたからね。願望方オッケーオッケーオッケー、いないで。ああ、ちょっとぶつかった、ナビが長いの。フィギュアなの。照明さんもうちょいこっちよ。ドラゴンボール G8 グランドオーダーではない。取れば